ちょっとメイクしたりして先生に怒られてる子とか見るとね、わあめんどくさいとか思っちゃう本心で、あんまりなんか学生生活に何かね花を添えるようなことはしてませんでした私は。でもね、高校卒業する目前って時に、その日まあ冬だったんですけど暑かったんですよね。でスカートちょっと折って暑かったからいたんです。別にそんなものすごい短い長さじゃないんですよ。で暑くて、で友達と職員室に行ったら生活指導の先生が3人ぐらい溜まっていて、ちょっとあなたスカート下ろしなさい、今短いんじゃないのみたいなこと言われて、でそしたらその一緒にたまたま職室に向かっていた友達がいつも怒られてる子だったんです。メイクをしちゃ怒られ、スカートを上げちゃ怒られてた女の子ですよ。隣にいたのがその子の隣で、私だけが注意されたことにもう腹が立ってしょうがなくなっちゃって頭に血が回っちゃって、なんでだっけ言われなきゃいけないんだっていう、今までちゃんと守ってきて暑くてたまたま開けてただけなのにと思いながら、で先生にちょっと反抗したんですよ。初めて高校で初めて、でその日直の私と先生が、これ力を渡してからスカートを元の時に戻しますって言ったら、今やですね今ってやつ、ちょっとね反抗しちゃおうと思って、そう思ったら一生下にパッと飛び立ったらびっくりするぐらいパーンなんていい音がして怒って床に投げつけたみたいな感じになってしまって、吊り下げてその場を乗り切ったわけですけど、まあ、最後に何て言うんですかね、卒業する前に女子だけ集まって、あんたたちまだ卒業できるほどちゃんと大人に ないわみたいなね、学年指導みたいな感じで怒られるわけですよ。絶対最後の最後にはそういう時期になって、女子会みたいな感じで先生がね、じゃあ皆さん目をつぶりなさい、目をつぶってあんたたちはね、ちゃんと卒業できる準備ができているの。今年ね、こんなことがありました。女子のダメだった部分をね、先生がいろいろ話していくわけです。そしたら先生が、こんなこともあります、この間職員室の前で私たちの前を取った生徒が、あのスカートを下ろしなさいっていう指導をした時に、手に持ってた日直を下にバーンと投げつけて、これ見逃しにハートを上げた。あ、確かに出ます初めて学年の前で、ある子はみたいな感じの例題として私のことがみんなの前で話された時に、ちょっとかっこいいって思ったよね初めて来た反抗、おなじみだから、おなじみまさみって言われたちょっとね、いいね、高校時代の思い出ですよ。楽しかった、いけないことなんだけどね。ということで次のメールいきたいと思います。千葉県ラジオネーム勇気のおしるさんです。何だこのラジオネーム、長澤さんはいつも突然このコーナー終わりというのでびっくりで孤立です、ね、これ正直なところ今日で終わりとか言いそうでいつもビクビクしています。非常に悪いのでそれだけはやめてくださいお願いします。もうね、そんなこと言ってると終わりにしちゃうからね、そんな感じで今日のね、終わりですよ、終わり、本当に終わりですよ。こんなメールびっくりしたよそうそう、こんなメールだなんて言ってすいません。いつも楽しく聞いてくださいということで、番組にあなたのメッセージをどんどん送ってください。身の回りであったことやなかったこと、最近思うこと、思わないこと、相談や相談じゃないこと、あるあるなしなし、ほどほど、何でも結構です。アドレスはまさみアットマークオールナイトニッポンドットコムです。あなたのメッセージを待ってます。タイトルはあなたにお任せ。長澤まさみ、タイトル未定。カッコ張り。ロッテガールズハッピータイム、長澤まさみ、タイトル未定。カッコ張り。この時間はお口の恋人ロッテがお送りしました。
ジオネーム勝村浩司さんです。語尾にダオをつけて話す、こんなんだお、ラジオネーム勝村浩司だお、こと意味ないかね、本当にってことで言ってラジオネーム T2 バスターズさんからです。噛む前に噛め面白い